この動画はゆっくり動画です。任務要素は？ないです。それでもよろしければ、ゆっくりしていってね。はい、用意スタート。皆さんこんにちは、いい子にしていたかな？みんなのアイドルゆっくりだよ。この動画では日本の現代アートとファインアートの違いを解説していきたいと思うよ。スーパーざっくりと要約すると、アートの役割は時代によって大きく変化するのだけど、例えばざっくりと産業革命以前は主に産地、教育洗脳、権力、記録の役割を主にアートが担っていたよ。それがざっくりと産業革命以降にアートじゃなくても、他の代替機器が教育洗脳、権力、記録の役割をアートに代わって担うようになったから、コスパの悪いアートは隅に追いやられてしまい、権力以外のニーズを確保できなくなってしまったんだね。ところが厄介なことに、アート主体って人々のウォンツが非常に高くて、権力だけをお客様に相手をしていたら到底アートしたいって思っている夢見がちなデイドリーマーたちのウォンツを満たせない。そこで、デイドリーマーたちのウォンツを満たすためにアートが見出したニーズが、コンセプトであり、コンセプトイコール多様性。ってことに活路を見出したわけです。正直な話、多様性ってニーズを見出したところで、デイドリーマーたちのウォンツなんかはほとんど見出せていないんですがその辺は見なかったことにしようね。じゃないとその不条理な事実に気づいてしまったデイドリーマーの数パーセントがゲシュタルト崩壊してしまう可能性がビレゾンだからね。そして多様性って部分を言い方を変えると、マイノリティの駆け込み寺だよ。民主主義を採用している国家にとって、多数の意見を尊重することが人類という種を長く繁栄させる合理的な方法です。独裁国家を採用している国でも、ウマアジ紳士を享受できる層と家畜の層に分断されて、家畜の層の不満や鬱憤が溜まります。そうなると当然ウマアジ紳士になれなかった少数の鬱憤は溜まるわけで、そういった、ありとあらゆる場面で生まれる、少数意見や少数の価値観の不平不満のガスが溜まります。そのような少数や虐げられている人の価値観や自尊心を担保する場所が現代のアートのお仕事の大きな柱であり、少数の価値観に対して応援する、排定する場所がモダーンアート以降のアートのお仕事です。ここがなぜクソの意味もほとんどないアートが存在するかの大きな理由の一つです。これは例えば、人族は少なからず何かしら疎外感、言い方を変えると自分が少数派であると認識する場面に出くわします。学校では多数派に位置しているけど、家では少数派に位置しているとか、立場によっても疎外感少数派であるという認識を感じる場面は結構出てきます。よって人族は下脱するとか病院では処方されないお薬をガン決めしたりしない限りほとんど必ずそういった場面に出くわし、精神に支障をきたすことが起こったりします。その時に、アートが存在することによってそういった少数の価値観を排定できるような場所があるのは、人族にとっては有用な可能性があり得ます。この多様性の最後の砦で、多様性を担保する場所、多様性を表現できる場所が現代のアートが存在する大きな柱の一つとなります。ここから日本の現代アート芸術、美術、アートについて説明します。日本のアートは極めて全体主義的であり、日本の美なる蜃気楼を無意味に追いかけたりするガラパゴス的な場所です。書いてて思うのですが未だに日本のアートが何なのか理解できません。多分、日本のアートとは、民族主義と全体主義であり、蜃気楼です。この部分は、とかく日本の芸術家はなぜか日本の美なる定義づけが不可能な蜃気楼な現象を追いかけたがりますし、多数の日本の芸術家が表現する何かは大体儚さです。耳にタコができるくらい聞き飽きました。これはきっと儚さを表現したんだねとか言っておけばほとんどの日本の芸術家になりたい人たちの作家の共感を得ることができます。例えば富士山に登るとか、有田焼という技法で作った茶碗を売る。なら再現性がありますし明確です。ところが美とか儚さになると、それは個人の感覚の話であり、定義づけ不可能です。花を見て多数の人族は花を美しいと感じるかもしれません。しかし全ての人族が花を美しいと感じるわけではありません。独断と偏見ですが、こんなにも日本の美や儚さ集団に出くわすと、学校が芸術家学校の学生を洗脳教育してるのではないかと疑います。個人的に、個人が勝手に美や儚さを追いかけるのは問題ありませんが、相手に対して伝えることが非常に困難な題材、それも十人十色な回答や価値観を旗頭にしているのが日本の芸術の現状です。例えば日本の芸術の権威さんが、日本の美しさとは、と御託を並べたり本を出版したり、布教活動をしたとして、日本の権威 B さんも同じようなことを行ったとします。A さん B さんには共通の合意ができないので、
日本の美とはとか定義しているが、それは超個人的な。お前が言うならそうなんだろうな。お前の中ではな、に終始します。長期の理由で、ひたすら混乱を招く行為でしかない行為を定義づけがほとんど不可能な気持ちの何かを、全体の合意形成の目的にしてはいけません戒め。ひたすら、適当な人々が適当に超俺理論を展開するに終始し続けるのが日本の芸術関係の学問の最先端です。まさしくパルスのファルシガルシで国運です。日本のアートは学問の底を成しておりません。多分一生日本のアートが学問にまでたどり着くことはないと思います。非常に全体主義的で、風車を怪物だと思い込むドンキホーテのように空虚です。日本のアートのサポーターや内部が一番にやりたがる文化事業や目標は1にも2にも日本には海外に引けを取らない優れた芸術文化がありそれを世界に広く知らしめたいです。耳にタコができるくらい聞き飽きました。個人が民族主義を主張したりするのはご自由にすればいいと思います。好みの問題ですがゆっくりは、国家や学問が常軌のような民族思想をスローガンにするやり方や価値観が好きではありません。多数を扇動する上で、民族思想を煽るのは非常に効果的だから。思想心情を押し付ける行為はアートにおいては多様性を害する行為であるから。常軌二点の理由で、アートの思想多様性を好むゆっくりとしては、日本のアートの価値観や考え方が苦手です。人族の集団とは、場の生き物なので、ドイツ民族こそが思考の民族であり、低俗な他の民族が高貴なるドイツ民族を抑圧している。とかなんとかプロパガンダすれば結構簡単に狂信者集団クルセイダーズを作れますし、貴様はお上の命令に背くのか？この非国民めとか言えば好き放題相手を殴ったりできます。そういう人族がいることは文化の多様性が広がりますし、元気があって大変よろしいのですが、そういった元気いっぱいな交通事故のような人族が増えるということは、ゆっくりがそういった交通事故と接触事故を起こしてしまう確率が少なからず増えてしまう可能性を示唆しており、ゆっくりの安寧のために、なるべくゆっくりはそういった元気な人族とはなるべく関わりたくありません。そのような理由でゆっくりは民族主義思想が苦手です。このように平気で蜃気楼のような実体のない超俺理論を風車を怪物だと勘違いするドンキホーテのように展開したり、民族思想を前面に出すような行為を空気感を通して日本の無遊病者芸術家になりたい人々に押し付けます。これは、白人が生み出したアートの価値観の対極に存在するような稀有な存在です。全体主義的な思想や、民族主義が色濃く出る場所が日本のアートであり、多様な価値観を表現する場所、少数派の駆け込み寺がアートです。これは、日本という単一民族が主体の民族を形成した文化的背景から生まれたアートと、他民族の調和や少数のガス抜きのために苦肉の策として生まれたアートとの文化的背景の違いです。それは、大きく日本の文化的背景が影響しており、日本という文化は、村八部という文化風習からも伺えるように、異分子少数を排除することによって村や社会の規律を確保してきた文化的背景があり、また、日本民族は、上皇、もしくは大名お上の命令に対して非常に霊俗的です。生類憐れみの霊などが施行されたとしても日本民族は、革命なんか起こしません。このように、非常に全体主義的傾向が強い国民性を多数の国民が保持しており、日本という国は、空気と呼ばれる目に見えない常識という名の非常識を空気感を通して押し付けたり押し付けられたりしており、その空気感のバランスによって国家や文化を形成している国です。また、異分子多様性が入る余地が非常に少ないです。これは在日外国人やインバウンドの統計から見ても、先進国の中で日本民族が異文化や異人に触れる確率が低いことも影響している可能性があります。これにより、日本民族は、日本民族の合意さえ取れれば国家が安定します。移民国家であるアメリカの場合はあらゆる移民、少数意見に耳を傾けなければなりませんし、日常的にアメリカ民族が異文化や異人に接触する機会が増えます。そういった文化的背景の違いが存在します。このような文化的背景を持つ日本において、当然日本の現代アートも全体主義的な空気感の影響を強く受けます。日本で現代アートという利権を成立させる上で多数の日本国民の意見を尊重させることは補助金をもらう上でも、文化、事業として成立させる上でも非常に大事な部分になるからです。なぜなら、全体主義的な意見や価値観、空気感をフォローするような文化事業でなければ、国民の支持も、国民のお金も手に入らず、事業として成立し得ないからです。こういった文化的背景の影響を強く受ける日本の現代アートが、Z
全体主義的な、多様な価値観をほとんど受け入れる余地のない、ファインアートとは対極に位置するようなアートとして日本で成立してしまいました。これはある意味、日本国民の総意であり、日本民族一人一人が民族主義的な何かを欲した結果だと言えるかもしれません。ゆっくりは、日本のアートが、アートとかほざいているのに、日本のアートはほとんど全く多様性を担保できていないことに大いなる矛盾を感じておりました。しかしながら、例えば日本において、奨学金とか言いながら、内実は学生ローンのことを指す言葉のトリックみたいなものです。残念だったな。トリックだよ。本来なら奨学金イコールスカラーシップ。ですが、日本の場合は、奨学金イコール、スチューデントローン、であり、給付付き奨学金イコールスカラーシップ、というトリックでは何はめているだけであり実際は違います。日本のアートはアートであり、海外のアートはアートなのです。これらにほとんど一切共通点は存在せず、両者は発音は似ているが、ほとんど全く別物です。さて、散々こき下ろした日本のアートをここから持ち上げます。人族というのは実に多様で、多様ゆえに非常に厄介な生き物です。多様性というのは、例えば、すべてのイスラム教徒を自爆テロリスト予備軍として扱わないことだったり、少数派であるゲイやレズビアンの人権や文化を認めることだけではありません。ここが人族の非常に厄介な部分であり、こういったポジティブな部分の多様性を認めることだけできたら人族は大変進歩的だとは思うのですがそうではありません。人族における真の多様性とは、イスラム教徒に対して、この自爆テロリスト野郎と罵る厄介な人や、ゲイやレズビアンに対して気持ち悪いんだよこのホモ野郎と罵る厄介な人の少数意見や価値観も認めることが真の多様性なのです。例を挙げると、アメリカにおける湾岸地域や進歩的な地域、ニューヨーク、ロサンゼルス、ワシントンなどでは、たとえゲイやレズビアンを見ることが不快だったとしても、彼らに対して不快感を表すことは非常に困難です。なぜならそういったいわゆる進歩的な場所において、ゲイやレズ支持者のが多数だからです。少数派であるゲイやレズビアンに対して不快感を感じたり、イスラム教徒に対して自爆テロの可能性を危惧するような良きアメリカ人は圧倒的少数派となってしまいます。人族は場所や立場においては多数にも、少数にもなり得るのです。これはひとえに人族とは立場の動物であるからだと言えます。こういった多数に見えて、限定的には疎外感を感じるような人々の価値観も担保することこそがアートの役割なのです。そういう意味ではゆっくりにとってはこの部分に焦点を当てられないアメリカのアートも日本のアートと同程度の取るに足らない学問の一つと言えます。このような鬱憤によって決起したプアホワイトと良きアメリカ人がトランプ政権を誕生させた一つの要素とも言えます。私は政治に対しては中立なので、このトランプ政権の誕生に関して、良いとか悪いとか言いたいわけではありません。俯瞰して観察した時に、上記の要素が要素として機能した結果、そういう現象が起こった。と一例を挙げたかっただけです。これだけは真実を伝えたかった。話は日本に戻ります。アートを俯瞰して世界規模で観察してみると、日本のアートはアートの北朝鮮と言えるかもしれません。ところが多様性という上では北朝鮮のような国家が存在することは良きにしろ悪しきにしろ多様性の幅を広げてくれています。世界中どこを探したって、ドンキホーテのように、蜃気楼に戦いを挑むような面白いアートカルチャーは存在しません。日本のアート文化が、アメリカのアートを追従するように多様性を担保するようになったら、それこそ確率的になってしまうと言わざるを得ません。誰もが多様性を行う必要はないのです。多様性を完全否定する日本のアートの行為も、多様性を広げる大きな要素の一つなのです。多様性を担保する上で日本のように多様の対極に位置するような、刑務所や独裁国家のようなアートが存在することも、アートの多様性の一つとして大変貴重な文化だと思います。日本という国や価値観、文化、空気感にとらわれてしまっていると、多様性が好みなのに、日本では多様性を表現するアートがないじゃないか。と心が囚われてしまいます。しかし、日本はアートの北朝鮮みたいな文化ではあるが、国は北朝鮮ではありません。もしも日本に在住の無遊病患者予備軍の人が、多様性を表現したり学びたいなら海外に出てアートを学んだり触れればいいと思いますし、ドンキホーテみたいなこと、全体主義的な狂信的なこと、ナショナリズムを追求したいなら日本で現代アートを学べばよいのではないかと思います。日本では飛行機のチケットを買うことを日本国は咎めませんし、別の言語を学ぶことを日本国が咎めるような国家ではないからです。
日本という国が非多様的な単一民族的な国家やアートから無理してアートに変化する必要なんかありません。日本には非多様でドンキホーテのような蜃気楼アートが存在しますので、引き続き日本は現代アートを独自路線、独自企画で日本国内で育んでいけば良い話であり、ファインアートの世界から俯瞰してみれば、異文化であるアートの北朝鮮みたいな文化を見せてくれる日本のアートはとてもファニーで興味深い、多様性を理解する上でとても有益な文化、国家だと言えます。今回文章を書く上で参考にした資料を添付しておきます。参考になれば幸いです。ここに記した文献は、アート関係の文献ではありませんが私はすぐに思い込みや勘違い、いわゆる認知バイアスをするかを理解することができました。何事もデータに基づく裏付けを能動的に取ることの大切さを教えてくれます。今回記載した情報は要つべ詳細欄に記入しておきましたので、ご興味がございましたらぜひ読んでみてください。最後までご視聴。ありがとうございます。大変恐縮ですが、我々はスポンサーやサポートしてくださる御仁を常に求めております。皆様の生温かいご支援よろしくお願いいたします。この動画はライフハックをテーマにより便利でより快適な空間を作り上げる動画を作成してます。動画の詳細を概要欄に記載しております。チェックしてみてください。動画への評価やチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。プロトタイプでした。